はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。健太店長です、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、もう完全に今、仕事から、帰りたてほやほやでございます。はい。もうまさに今帰ってきたところですね。ね。帰ってきてすぐちょっと、まあ、歯医者行ってきたんですけど、帰りがけに。でも今帰ってきて本当に数十秒で動画ちょっと今カメラ回してるんですけど、はい、これから嫁さんも帰ってくるんで、パパッとね動画撮って、ご飯食べようかなっていうことでね、こんな感じですいません、はい、サングラスだけしましたけど顔を隠すためにね、こんな感じでだからいつも通勤、してますすごいラフですけど、そう、中はあのワイシャツ、一応ちゃんとワイシャツね、来てます。でね、ちょっと今日ね、まあ、大した話じゃないんですけども、いやなんかね、今ね働いてる、まあ6月からなんで、もう何ヶ月、4ヶ月目じゃねえか、6ヶ月目ぐらいかな、違うな、4ヶ月目ぐらいですね。はい、6月からなんで4ヶ月ぐらい働いてる職場なんですけども、なんかね、前もちょっと動画で言ったんですけど、もうね、お通夜みたいな雰囲気なんですよね、はあ、葬式みたいな雰囲気なんですよ、職場の雰囲気が、うん、まあ一部ね、結構、まあ、電話の受けが多い部署があるんですけど、そこは結構やっぱ電話のね、かかってくる頻度が高いんで、なんかそれなりにちょっとわちゃわちゃはしてるんですけども、びっくりするぐらいね、死後がないんですよ、仕事中に。僕まあ事務職ね、結構結構そんな長いわけじゃないですけども、なんかそれなりに事務職やって、まあ正社員で働いた時が、まあそれなりの大企業だったんですね、一応。そうで、大きいオフィスも何個か経験して、まあ移動も多かったんで、いろんなオフィス経験してきたんですけど、今働いてるところの雰囲気がね、これちょっと異常なんですよね。はい、本当に毎日お通夜みたいな雰囲気でみんな仕事してるんですよ。もうシーンと、もうなんて言うんですかね、もう本当にシーン空気が張り詰めてる中で、あのパソコンのタイピングの音だけが鳴り響くみたいな、ね、でたまにコピー機っていうかプリンターの音がガシャガシャして、なんかもう唾飲み込む音ですら聞こえるんじゃないかなみたいな、もうシーンとしてるんですよね、電話の受け答えがない部署は。びっくりするぐらいつまらんのよでもちょっと一つ言いたいんですけど、まあもう分かんないよ、僕が今までその働いてきたオフィスって結構賑やかだったんですよね、まあ、もちろん仕事で忙しいオフィスもありましたけど、昨日さ聞いてよ、こういうことがあってさ、どうのこうのでさとか、今日この後さ終わったらさどこどこ飲みに行かないとかね、まあそれぐらいの仕事はやっぱどこでもあるじゃないですか。もう今んとこ一切ないんですよ、本当に業務に関係ないねことは誰も喋らん、うん、いろんなフロア、今回の4ヶ月の間にいろんなフロア行ったんですけど、誰も喋らんね、うん、たまにまあほんのちょびっと死後するとこもあるんだけども、基本は仕事の話しかしないんだよね。そうで、今のところに関してはもう仕事の話すらもうほんと必要最低限、基本はもう誰も喋らないんですよね。でみんなめちゃめちゃつまんなそうに仕事してるんですよ。なんかね、もうほんと葬式やってんのかなってぐらい、誰かのお通夜かこれなんかやってんすかみたいな、誰か昨日死んだんすかみたいなね、ほんとそのレベルなんですよ。ほんと一つ言いたいのは、もう少しね、楽しそうに仕事しませんかっていう、はい。ね、やっぱそういう、なんですか、その別にわちゃわちゃね、死後をなんかみんなね、おしゃべりいっぱいしながらやれとかね、なんかそういうことは言ってるわけじゃなくて、せめてもう少しなんかね、楽しそうにしてもいいんじゃないかなっていう、うん、それはつまんねえよ今やってる仕事は。確かに結構お堅い業界なんで、めちゃめちゃ確かにやってることはつまんないし、すごい堅苦しいことやってますけども、
だけどせめて雰囲気だけはさ、なんとなくニコニコやればさ、ねえ、やっぱみんなもそういう雰囲気になるじゃないですか。すげえなんかピリついてるから、なんかね、なんでしょうね、つまんねえんだよね。なんか本当になー、日本っぽいなーっていう、ザ日本っていう感じのね、いやなんかもうオフィスなのよ今のところ。なんかもう少し楽しそうに仕事をしてほしいな。でちょっと喋ると怒られるからね、ちょっとうるさいですよみたいな、死語が多いですよみたいな。なんかすげえなって思って、まあどういう何の業界かは言わないですけども、またみんながみんなね、あの業界は絶対硬いだろうなって想像するところなんですよ。で僕も入る前は絶対こんなところで働きたくねえよって思ってたような業界なんですけど、いざ入って蓋開けてみたら、まあイメージ通りですね。本当にねびっくりするぐらい、もうもうストレスですね。で言いながら僕結構まあ考え事しながらやってるんで、そんなにさほど苦じゃないんですけど、まあ隣の人は僕はもう話しかけちゃいますし多分嫌がってるかもしれないけど、そうだけどさ、やっぱ楽しそうにした方がいいよ。ね、仕事をしてる時間って長いじゃないですか、日本人って。人生のうちに仕事をしてる時間って結構長いし、大部分を占めるんですよね。だったらそのさ、長い時間ね費やすところにはさ、ちょっと楽しそうにした方が絶対いいと思うよ。なんかね、損してる気がするね。まあ、みんな多分そういう寡黙な人たちが集まってるんでしょうけど、なんかびっくりするよ本当に。オフィスによってっていうか業界によってやっぱ全然違うんだなーってね思いました。前本当前職がね結構大きい会社だったんで、それなりに僕の中では、まあ、元々ほら現場上がりなんでね、いやーオフィスホワイトカラーは硬いなーなんて前の会社でも思ってたんですけど、もう全然序の口でしたね。全然前の会社硬いなんてもう思ってたのが、もう本当バカに思えてくるぐらい今いる業界はもう硬い。硬さで言ったらどれぐらい硬いんでしょうね、本当に。なんでしょう、レベルで言ったらもう本当にオリハルコンとか、ミスリル合金とかそれぐらいですよね。それぐらい硬い。本当びっくりするよ。みんな今の俺の職場入ってきてくらんっていう、本当に頭いかれるぞあそこにいたらだから家帰ってくると喋りたくて喋りたくてしょうがないんですよね。本当にだからもうとりあえず帰ってきて今動画つけたんですよ。別に喋ることなかったんだけど、もうとにかく声を発したいってことで、動画つけました。ごめんなさいね、特に話したいことないんで、別にね面白い話できなかったんだけども、本当に今の職場やばい、誰も喋らん。ねえ、お腹が鳴る音とかめっちゃ聞こえるもんね本当に。なんかさ気持ち悪いよねあの感じ。まあそれがいいっていう人もいるからね、俺がねただ合わないだけなのかもしれないんだけども、いやー硬いの本当に。もうはい、まあいいや、そんだけですね、愚痴でした。はい、というわけでちょっと今風邪気味なんで、なんか最近ちょっとで歯医者も結構通ってるんで、最近動画撮る時間が全然なくてね。まあ撮る時間ない時は撮る時間ねないんでいいかなってことで、最近、はい、YouTube ショートの短い動画ばっかり上げてますけど、はい、まあ健太店長でした。さよなら。皆さん風邪ひかないように、急に寒くなったんで、本当風邪がね、流行ると思いますよ。ね、喋りたいんだよね。喋りたいから、この停止ボタン押したくないんだよね。でも押すね。